浅井朝倉を滅ぼして包囲網を瓦解させたことで京の周辺は平穏を取り戻しつつあった。一方で上杉、武田、毛利といった強大な勢力は未だ健在である。織田家を脅かし続けていた。そんなある日、三河の家康から救援要請が届く。武田勢が侵攻を開始したというのである。武田勢を率いるのは千年の上洛戦を中止して以降病に伏し影を潜めていた武田信玄だった。家康の要請に応え、信長は自ら大軍を率いて出陣。その陣中には蟄居を解かれた柴田勝家も加わっていた。信長編第五章、天馬、長篠の戦い。待たせたな。信長。来たか、十兵衛。行くぞ。乱世の断り、壊し尽くそうぞ。信長の道は俺が切る。兄上、遠路ご加勢を賜り恐れ入ります。構わん。武田は目の上の小部、いずれ叩き伏せるつもりであった。とはいえ武田は盛況、我らも力を尽くしてきましたが、三河への侵攻を防ぐだけが精一杯という有様です。前線の長篠城を囲まれ、今や落城寸前。どうか兄上のお力をお貸しください。案ずるな。もはや武田の栄光など過去の話。今やどちらの格が上か思い知らせてやるわ。
この地で武田を完膚なきまでに叩き潰す。一人残らず打ち果たすのだ。兄上、武田の騎馬隊は盛況を極めています。どのように戦われるおつもりですか。鉄砲を持って奴らを葬る。そのための馬防柵必ず守り抜く。格下の織田ごときに負けるはずもない。織田勢と共に前線部隊を救援するぞ。我らが来たこと、敵は早期決着を狙ってこよう。本陣の守備を怠るな。見えた。カイのトラッカ、かつての俺ならば手も足も出なかったであろう。今は違う。いざや、尋常に勝負せい。出ろ。返してみろ。さあ、かかってこい。出ろ。俺の刃から逃れられると思う。起戦、救援艦。返して。任せておけ。極めろ。まだ援軍は来ないのか。これ以上は耐えられぬぞ。長篠城は敵に包囲され陥落寸前のようだ。別動隊は急ぎ飛びガス山を進み敵の裏を取れ。魔防柵手触りだ。取り除け。不穏な動き。狙いは馬防柵か。警戒を厳しくしておくべきやもしれず。お力添え感謝いたす。十分分かっていよう。無論我らの道の妨げとなる敵に一切の情けはかけぬ。それでいい。我らの歩みを止めてはならん。敵を押し返せたようだ。そのまま前線を維持しておけ。打ち死に。打ち死に。気づかれたか。急いで馬防柵を壊すぞ。敵将撃ち取ったり。撃ち死に。やっぱり親父は最強だ。開門。撃ち死に。任せておけ。敵はどこかに兵糧を蓄えているはずで、怪しいのはあの砦か。急げ。逃がせん。長篠城を救援しようというのか。そうはさせぬ。今だ、柵を壊せ。馬防柵を壊されたか。信玄、やってくれ。
開門。長篠城攻めの手が緩んだ今が好機だ。飛びがストリデを落とせ。敵の攻め手が緩んだ。今のうちに体勢を立て直せ。よし、この策だ。この間、騎馬隊を出せ。開門。予感的中。兵糧がたんまりあるぞ。こっそりいただいていくか。俺は信長様に二度も生かされていた。この上は命を落として戦うしかねえ。貪欲が震っておる。キャツを援護し敵騎馬隊を止めよ。これで武田勢の戦意はだだ下がりだ。味方の兵が武田勢に囚われているらしい。助けてやればよいのだが。開門。打ち死に。打ち死に。打ち死に。全て壊そう。定める者か。打ち死に。おお、やるではないか。任せておけ。任せろ。返してみる。武士の一分が立ったか。鬼柴田、腕は鈍っておらんよ。今だ。ようやくより敵を一伸びにせよ。開門。見えた。敵の本体が出てきた。奴らを迎え撃つ。鉄砲隊構えよ。打ち死に。任せておけ。へえ、気合入ってんな。我は無双。すべてを壊し尽くす魔王よ。打ち死に。敵に情けはかけぬ。打ち死に。わし任せろ。返してみる。敵将切り伏せた。打ち死に。お見事と申し上げておきましょう。これまでか。引くぞ。開門。この信玄が背を向けて逃げるのか。任せておけ。何か策か。信玄を逃がすな。別動隊は長篠城を奪還し先回りせよ。敗北条件変更。父上がいる限り武田は滅びぬ。皆頼む。
父上の撤退を援護してくれ。本体を逃がすため捨て身の突撃。武田がこのような戦をしようと、武田が敗れるなどあってはならぬ。たとえ差し違えようともお前たちを撃つ。討ち死に。下にあだなすならば容赦はせぬ。武田の名を怪我してしまうとは、父上に合わせる顔がない。敵が前線より後退するようこの機を逃すな。全軍追撃せよ。失せるがいい。情けはかけぬ。敵に情けはかけぬ。討ち死に。お見事にございますが、何人も止められぬと知る。援軍を求めるため城を抜け出たというのに敵に捕まってしまうと。あれは長篠城の足軽か。助けられるものなら助けたいが。お助けいただきありがとうございます。長篠城の仲間に援軍が来たと知らせます。おーい、長篠城のみんな、援軍はすぐそこまで来ているぞ。おお、スネモンがやったか。避難、援軍は近い、奮起するのだ。急げ、我らの確保した撤退路へ親方様をご案内するのだ。ええ、近寄るでないわ。この大役わしには荷が重すぎた。討ち死に。あの者、もしや影武者。敗走する武田勢に紛れ探りを入れてまいりました。それで何か分かったか。戦場にいた信玄は影武者、当人はすでに往生しているものとみて間違いないかと。そうか、信玄は死んだか。半蔵、大義であった。私は今まで死せる信玄に怯えながら武田と戦っていたというのか。気に病むな。もはや武田は死にたいだ。家康、あとは任せてよいな。はっ、お任せください。天下一心が一日も早く叶うよう力を尽くします。しっかし、なんつうか凄みを増したよな、信長様は。ああ、一切の迷いを捨てたかのように見える。俺
俺には親父がよくわかんねえよ。光秀さんは分け知り顔だが、俺はいつも置いてけぼりだ。そう思ってんのはお前だけじゃねえよ。だが気張ってついてくしかねえだろう。そういうこった。信長様についていきゃオイラたちも大出世間違いなしってな。秀吉さんは出世出世っていつもそればっかだな。そりゃそうさ、世の中を変えたけりゃもっと偉くなんねえと。俺は信長様を信じてついていくだけだ。信長様にもそう約束したからな。どうあれ、我らの進むべき道は一つ。みんな共に頑張ろう。